世耕広重、世耕広重、世耕広重、1962年11月9日帯は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院、議員、5期、自民党参議院幹事長。学校法人近畿大学第4代理事長、自民党政務調査会長代理、自民党参議院政策審議会長、内閣官房副長官、第2次、安倍内閣、 第2次、安倍改造内閣。第3次、安倍内閣。第3次、安倍第1次改造内閣。政務担当、参議院経済産業大臣。第22.23代、内閣府特命担当大臣。原子力損害賠償、廃炉等支援機構。原子力経済被害担当大臣。産業競争力担当大臣。ロシア経済分野協力担当大臣。国際博覧会担当大臣等を歴任。 大阪府大阪市天王寺区生まれ、和歌山県新宮市在住。父は、学校法人近畿大学第三大理事長の世耕弘明。祖父は、元経済企画庁長,長官の世耕孝一。おじは、元自治大臣の世耕正孝。妻は、民進党所属の前参議院議員の林久美子。弟は、近畿大学幹部の世耕石博。 大阪教育大学教育学部附属高等学校。天皇寺校舎では、ノーベル賞受賞者京都大学、山中信也教授と同期。早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業。1986年、日本電信電話に入社。1990年より、NTT からの派遣で、ボストン大学コミュニケーション学部大学院へ留学し、1992年、 終了、企業広報論収志号を取得。帰国後、関西支社経理部経営管理担当課長、本社広報部報道部門報道担当課長を務める。1998年11月、おじ、瀬古正隆の死去に伴う参議院、和歌山県選挙区の補欠選挙に自由、民主党公認で出馬し、初当選。森派に入会した。2001年の、 第19回参議院議員通常選挙で再選。参議院自民党副幹事長、同国会対策副委員長、自民党マルチメディア局長、同郵政局長等を歴任。2003年9月から2004年9月まで総務、大臣政務官、地方行革担当を務め、国会では主に総務委員会に所属。以降、参議院総務委員会理事、 参議院自民党政策審議会副会長、自民党党改革実行本部事務局次長、同行政改革推進本部事務局次長、新憲法起草委員等を務める。学校法人近畿大学の副理事長にも就任。また、和歌山県五国神社法参会の会長を務めている。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙で、世耕弘重は、 自民党広報本部長代理及び自民党幹事長補佐として自民党のメディア戦略を担当した。総選挙後の論座2005年11月号インタビュー、すべてセオリー通りです。では民間の広告会社と協力しながらマスメディア対策をこと細かに指揮していた、と述べている。党のコミュニケーション戦略チームにおいては広報戦略、IT 戦略を担当。また、 同年成立の障害者自立支援法の可決に大きな役割を果たす。2006年9月26日、安倍内閣の内閣総理大臣補佐官として政権に入り、各国首脳会談に随行し、安倍をサポート。国内だけではなく、海外メディアの取材も積極的に受け、世界に向けた情報を発信する。また、安倍内閣の最重要プロジェクトである、 美しい国づくりプロジェクトを推進、各界有識者の意見を集約する。2007年8月27日発足の第一次安倍改造内閣では、広報担当の補佐官自体を置いておらず、首相補佐官を退任した。2007年の第21回参議院議員、通常選挙で参戦、首相補佐官を退任後は、 ねじれ国会となった同年9月の臨時国会以降の議員運営委員会筆頭理事に就任し、野党の議員運営委員長のもと、国会運営の円滑化に奔走した。2009年、中川秀直らが進めた麻生卸に加わり、若手議員を中心にした、速やかな政策実現を求める有志議員の会を結成し代表世話人に就任。 2009年自由民主党総裁選挙では、河野太郎の推薦人として、名を連ねた。谷垣定一陣営に圧倒的有利の状況下で、自身の講演会を総動員し、地元和歌山県に割り当てられた、党員票4票のうち3票を、河野持に確保した。2011年4月14日、ODA 削減案に反対する超党派連合のメンバーとして、名を連ねる。 2011年10月1日、父、広明の死去を受けて、近畿大学の第四代理事長に就任した。第五代には2013年に、清水裕洋が就任。2012年7月7日後の、週刊東洋経済で、生活保護給付水準の見直しに反対する人の根底にある考え方は、フルスペックの人権を全て認めてほしいというものだ。つまり、 生活保護を受給していても、パチンコをやったり、お酒を頻繁に飲みに行くことは、個人の自由だという。しかし我々は、税金で、全額生活を見てもらっている以上、憲法上の権利は保障した上で、一定の権利の制限があって、仕方がないと考える。この根底にある考え方の違いが大きい。と、生活保護問題に対する見解を示している。 2012年10月5日、特別議員総会で参議院自民党政策審議会長に就任した。合わせて自民党政策調査会長代理に就任した。2012年12月26日発足の第二次安倍内閣で内閣官房副長官に就任。2013年の第23回参議院議員、通常選挙で4選。9月11日、 民主党参議院議員の林久美子と再婚していたことが明らかにされた。自民党の参謀と呼ばれていることについて非常に誇りに思っていると述べている。一方、世論を操る人間とみなされることには嫌悪感を示し、特に自民党のゲッペルスとの評価があったことについては、これは冗談じゃない。そんなつもりでやってないし、 メディアをコントロールしたり操ったりできるなんて思っていませんかあれは本当に嫌な評価でしたねと述べている。安倍晋三を深く尊敬し、日本を立て直せる唯一の人物としている。また、自由民主党総裁選挙に安倍さんが出てくれるなら参謀として粉骨再審頑張りたいと思う。他の人で参謀をやる気はありませんと述べている。 2014年の第47回衆議院議員総選挙では、安倍晋三首相だけでなく、菅義偉官房長官も衆院選を応援演説に、回って官邸を不在としているため、官房副長官である世耕が、首相官邸の留守番役として、官房長に代わって、記者会見等に応じた。2016年6月22日、 内閣官房副長官の通算在任期間が1275日に至り、政務担当の内閣官房副長官として最長となり、8月3日まで在任して1317日となった。2016年8月3日、第3次安倍第二次改造内閣で、経済産業大臣、産業競争力担当、原子力経済被害担当。 内閣府特命担当大臣、原子力村がい償、廃炉等支援機構として初入閣。9月1日から新設されたロシア経済分野、協力担当大臣を兼務し、日露経済協力計画を推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当することとなった。2017年3月、ドイツを訪問し、 ハノーバーでドイツのチープリス経済エネルギー大臣と会談。第四次産業革命に関する日独の協力の枠組みを定めたハノーバー宣言に署名した。この宣言では、サイバーセキュリティ、国際標準化、規制改革、中小企業支援、研究開発、プラットフォーム、デジタル人材育成、自動車産業、情報通信、以上が主な協力事項として掲げられた。 2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣で、経済産業大臣、産業競争力担当、ロシア経済分野協力担当、原子力経済被害担当、内閣府特命担当大臣、原子力損害賠償、廃炉投資援機構に留任。10月、第3 0回日本、メガネベストドレッサー賞正解部門を受賞。11月1日、第4次、 安倍内閣で経済産業大臣、産業競争力担当、ロシア経済分野協力担当、原子力経済被害担当、内閣府特命担当大臣、原子力損害賠償、廃炉投資援機構に再任。2018年10月の第4次安倍改造内閣でも経済産業大臣、ロシア経済分野協力担当大臣として留任。 2018年10月30日、ドイツのアルトマイヤー経済エネルギー大臣と会談。通商情勢や二国間の経済関係について意見交換を行った。また会談後、2017年3月に署名した日独協力の枠組みを定めたハノーバー宣言の進展を踏まえ、今後の日本、ドイツが包括的に協力を強化していくことを確認するため、 経済政策及び経済協に関する日読、共同声明署名した。共同声明は、他国間の通商政策、経済政策、産業政策、デジタル分野、エネルギー政策に及ぶものであった。2018年12月21日、国際博覧会担当大臣を兼務する。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙で5選。 同年9月に国務大臣を退任し参議院自由民主党幹事長に就任。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。